よし。ほんならそれを、タックルを切った。タックルを切った状態から、それで行ってみ。ね。タックルを切るっていうのは、はい。タックル切る、こうやったよね。こうやって切ったよね。まず、一番基本的なタックルの切り方として、ね、来たら、こういう風に切りなさいって言ってるよね。ね、こっから、手を取る。ね、こっからこうやってお前に行ってから、それもええよ、こっからこう投げるのも。全然。ね。でもね、タックルを切ったらこういう状態になってるわけや。な、こういう風な状態になってるわけや。ね、これからこういう風に起き上がっていく。な、まあそれもええんやけど、ね、引っ張って、ね、こういう風な。ね。決まるもん。こうやってやったらもうこうやって決まる。な、こんな投げる必要なくないんや。ね、今こう。こうやったよ。ね、で、プッと、まあ、こうやってこう決まる。こうやって決まる。ね、さっきお前らはこうやって投げる、こうやって、スピーディングチョークこうやって投げるのばっかりやっと、みんなこればっかりやっとる。はい、ちょっとやってみて。ね、投げんでも軽く決めれるやろ？そういうタックをちゃんと潰して、きっちりと潰してからでも。